長野の里までアセンテンにお届けまいります。長野走行中、事故防止のため、急停車する場合がございます。座席には2つおかけいただき、私のお客様の場所が動いている間は、引き続きお近くのつり革、引き場をお使いください。揺れますので、お願いします。降りましたバスが完全に止まり、扉が開くまでは到着にてお待ちください。車内での転倒事故防止にご協力をお願いいたします。入り口のタッチだけでは生産は完了しておりません。電車と同じ仕組みです。乗るときと降りるとき両方タッチ必要となります。 IC カードは降りの際の前の運賃からタッチお願いします。三重交通のエミカ以外はチャージができません。スイカやマナスカ、イコカなど全国で使える交通系 IC カード、お手払いは可能ですが、チャージができません。早くて IC カード残高が不足した場合、お金ありますが、不足分現金でお支払いをお願いいたします。残高不足の IC カードでも、運賃箱タッチされますと、その瞬間に10円単位の引ける金額を引いてしまいます。足りない分のみ現金でご提供いただく形となります。ご注意ください。その際でもお釣りは出ません。運賃箱液晶画面に表示されます不足金額ちょうどを運賃箱へお入れください。お銭ちょうどのお持ち合わせない場合、必ず両替してから運賃箱へお入れください。近鉄電車のお得な切符に含まれている入港通バスの乗車券、イルミネーション切符で緑色横長の入港通バス2日間有効の往復乗車券の場合、お降りの際、運転士に日付が見えるようご提示お願いいたします。緑色で横長の近鉄ロゼットになっている日本通学の乗車券が、運転士に日付が見えるようご提示お願いいたします。運転士が日付の確認いたします。ご協力お願いいたします。イルミネーションキップで左へ曲がこの先揺れるところが続きます。
見た目がっちりしてるし、見た目いいし、本当に可愛いよ、欲しいな、あれや。